出てきましたね。相澤が呼ばれましたんで、それでは勝ちましたカープヒーローインタビューを聞いてみましょう。放送席、そしてスタンドの皆様、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは見事なツーランホームラン、相澤翼選手です。まずは投打がっちり噛み合っての交流戦連勝スタート、今のお気持ちいかがでしょうか。そうですね、良かったです。はい、1点取られた直後のバッターボックスだったんですが、どんな気持ちで打席に臨まれましたでしょうか。大地がね、いいピッチングしてくれてたんで、なんとかね、ホームランになって良かったです。はい、いろんなホームランあったと思うんですけれども、この一発は手応えといい、感触といい、ちょっと格別だったんじゃないですか。いやー、そんなことはないです。はい、しかし展開の中でも本当にいいタイミングで一発が出ましたね。なんとかね、後ろにつなぐ つもりでね、打席に入ってるんで。はい、そしてキャッチャーとしては交流戦ということで、普段あまり当たらないバッターとの対戦なんですが、どんなことを心がけてリードされてますか。一番はやっぱりね、ピッチャーのいい球をね、引き出してあげようと思ってます。そして本当にいい形で投打かみ合ってると思うんですが、チームの雰囲気いかがでしょう。そうですね、ファンの皆さんの声援がね、本当に力になってますし、雰囲気も良くていいと思います。はい、さあ、これで相澤さん、チームは7連勝になりました。まだまだ伸びることを期待しているファン多いと思うんですけれども、この勢いというのは何から来ていると思いますか。やっぱりファンの皆さんのね、声援だと思います。はい、そして今日はこの埼玉にこれだけのカープファン詰めかけました。最後にファンの皆さんに一言お願いします。はい、遅くまでご声援ありがとうございます。明日からも一戦一戦戦っていきます。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローは相澤翼選手でした。放送席どうぞ。ということで、やはりピッチャーのね、いい部分をどんどん引き出してあげようというのがね、キャッチャーとしての今交流戦戦うモットーだと、ということ。